はい、皆さんこんにちは、フラちゃんファミリーです。今回はですね、このランドクルーザー70に私がですね、どういった道具を載せているか、そういったものをちょっと見ていこうかなと思います。というのもプラダのオーナーさんの動画かな、車にこういったもの載せてますよっていう紹介動画があったので、ちょっと面白いなと思ってちょっと動画にさせていただきました。他のランドクルーザーシリーズ乗ってる人もいろんな道具積んでると思います。ぜひね、僕もそういうの何乗せてんのかなとか興味あるので、またね、そういうお話もできたらいいかなと思います。それじゃあ実際に僕がね、この70に何を積んでるか見ていきたいと思います。さて、まずは運転席の周りですね。特に特別乗せてるものってわけじゃないんですけど、ガムはこれ眠気止めですね。ここボックス汚いな。今度この奥にもスペースがあるんですよ。でこちらにいわゆるシートベルトカッターとグラスハンマーですね。カブトガニみたいな姿してますけれども、これ窓ガラスを割るための先端になると、そしてこちらのカバーを取ってあげると、このようにシートベルトカッターに変身します。これをね、いざという時のためにしまってあるという形になってます。続いて助手席です。まずはここに初心者マークですか、嫁さんの運転するときはこれを貼ってます。グローブボックスの中ですね、これはなんか窓についた指紋とかをよく拭き取ってます。車検証ですね。この中にも、排ガスを通しましたよっていう証明書がね入っています。続いて他にもね、これがウインチの無線、そしてこの大きいのがウインチの有線ですね。どっちもコントローラーはここに入っています。そしてランクル70のねパーツカタログですね。何か必要になった時のために常時ここに載ってます。僕は KCHZJ の77系ですね。なのでこのパーツカタログで共販に行ってよく注文をします。そしてリアシートに載せてるものはこれだけですね。ハンドルロック、メインはここですね。ラゲージルーム見ていきましょう。まずはね、これはタイヤロックですね。これも盗難防止。そしてこちらカバンの中ですけども、もう本当最低限の工具ですね。手袋と真鍮のブラシ、メガネ類とスパナとラチェットとヘッドランプ、ドライバー、あとはラジペンとかね、ペンとか簡易の空気圧測定器とか、そういったものが入ってますので、もう本当ね、最低限のものぐらいならいつでもいじれるようにはしてあります。続いて後ろに載せてます。これはグローブボックスに入らないからなんですけども、ランクル70のね取扱説明書です。後ろに載せてあります。でここまでなんですけども、ここからはね、電気配線が一通り見えるようになってます。なのでいざという時とかにね見れるようにしてあります。そして次これです。重たい、こちらですね。耐荷重が確か14トンの牽引ロープになってます。なのでどっかでぶっ壊れた車とか引っ張っていきたい時にこいつがあれば引っ張っていくことできますね。また14トン耐えれるんで、オフロードでももちろん使ってます。でカバンのここには、行動はね、故障車牽引するときは白い布が必要なので、こちらをねカバンの中に入れて行動でも牽引ができるようにしてます。実際に行動牽引したこともあります。他にもねこういったスナッチブロックですとかシャックル、シャックルはもうフロントのねところには常時かかってるので、プラスで必要な時とかにこれは使ってますね。そして左のね後部ボックスです。こちらの中にはジャッキが入ってるのと、これスリングですね。例えばスタックした時とかにちょっと近くに木があるよってなると、その木の根元にスリングかけて、そしてスナッチブロックかましたり、シャックルを使って、ウインチで脱出すると、そういった時にね使用するものになります。でもこのスリングはまだピカピカっすね。使ったことないです、まだこいつは。こいつの出番はしょっちゅうあります。いろんなもの出てきましたが、まだあるんですよ。ここ下ね、70の後ろ、78プラドもねここ後ろボックスがありますので、この中にねいろんなもん入れてます。まずはこれですね、輪止め。前回ウィンチのね使用する際にも使ってたんですけれども、そういった際にはウィンチ使う際には絶対に物を何か引っ張るって時は、輪止め必須になってくるので、こちらに積んでます。そして僕ルーフラックがね装着されてるので、こういったラチェットのベルトが4本、そしてこいつは
困った時便利、もう70にぴったりですよね。困った時、困った時です。はい、でこいつはウィンチカバーの予備ですね、まあ、100均ですよこれ。そうして見ていくと、あとこれはブースターケーブルですね。まあ他の車と連結してバッテリーを充電させてあげたり、バッテリーをもらったり、電圧をもらったりって言った方がいいかな、する道具。そして先ほどの工具ですね、まあこれがないとあのさっきのジャッキ使えませんからね。そして三角表示板と、一応ね、24V 用のオレンジと透明のね、電球を予備で1個ずつ入れてあります。まあこういったとこですかね。まあほとんど便利用品というよりはもういざという時のためのものばっかりなんですけれども、まあそんな感じのものがね、僕の70には載ってます。はい、そして積載品ではないんですけれども、こちらですね、ジャンプスターターです。要はバッテリーの上がった車をね、バッテリーを回復させてエンジンをかけてあげるという道具になってます。まあ今んとこね、困ってる車を助ける率ナンバーワンの道具はやっぱこれですよ。バッテリーが上がっちゃったよって言って、まあ例えば友達のとこ行ってあげて、こいつを使ってね、もうそのままエンジンをかけてあげるといったことができる、そういった道具がねこのジャンプスターターになります。ここで電源入れる、でここにこの端子挿してプラスマイナス合わせて、ちょっと待ってエンジンかければ、もうエンジンかかりますから。ランドクルーザー乗る人とかじゃなくて、もう車乗ってる人はね、みんな持っててもいいんじゃないかっていうぐらいね、便利なものになりますので、まあ、ぜひね、特にランクル70乗ってる人だと、困っている車とかいたら助けてあげる方がなんかかっこいいじゃないですか。ぜひね、これは1個ね乗せとくと非常にいいかなと思います。私のねランクル70に乗ってる道具はだいたいこんな感じになっております。まあね、すごい人だと車に AED 乗せる人もいました。それは本当びっくりしましたね。まあ JAF をね呼ぶ理由の上位に入ってくるのが、まあ、タイヤのパンクバースト、あるいは、バッテリー上がり、そういったところですから、まあね、そういった風でちょっとね困ってる人見かけたら、あるいは知り合いがいたら、助けてあげられる、まあ、そういったねちょっと簡単な装備とか、ランクル70のユーザーさんとかは乗しといてあげればね、喜ぶ人多いというか、助けてあげれたらねかっこいいかなと思います。もうなんか最近は車のトラブルあるとだいたい JAF じゃなくて僕が呼び出されることが多くなってきますので、まあそういうのがね嫌いじゃなければ、そういうね道具を乗せてるのもいいかなと思います。まあ特にね、さっきリュックに入れてたジャンプスターターですか、あれなんかもう数千円ですし、サイズも小さいので、まあ持ってるのはいいと思いますし、結構ね大きいエンジンもかかるので、まあ今度実際にね僕のジムにちょっとバッテリー弱らせてジャンプスターターを実際に使ってみたいとも思いますので、興味のある方はちょっと検討してみてください。はい、まあ今後としてはね、自分はまあスコップとかハイリフトジャッキ、あと、スタック脱出用のラダーですか、こういったとこは積載していきたいんですけれども、まあ、ハイリフトジャッキとかはねもう持ってるんですけど、まあ、また積載とかね検討していこうかなという段階ではいます。まあカスタムとかもそうですけど、将来どうしていこうかなっていう風に楽しむのもね、車をね所有していくの楽しみの一つになってくるかと思いますので、また皆さんも検討してみてください。まあそしてね、私こういうの乗せてますっていうのがあって、僕もおおそれいいですねっていうのがきっとあると思うので、皆さんね、乗せてるものがあったらぜひ、コメント欄書いていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、今回はね、70に乗せているものについてお話しさせていただきました。またね、他のランクル動画でお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。